連盟中に尾辻議長がですね、遮ってきたことについては、ちょっと問題としては取り上げたいなとは思っております。連盟の時にはですね、会場にいないと分かんないんですけれど、やじは確かにすごかったですね。連盟始まる前は確かに西田昌司さんが、ガーシーって誰だよとかいうね、やじが飛ばされてたんですけど、それ以外は、基本的にはもう野党、はい、浜田でございます。皆さんご存知とは思いますが、先日22日、参議院の本会議に初めて立たせてもらいました、ガーシー議員の欠席の弁明の方をさせていただきました。私自身はですね、一応、楽天の結構ヘビーユーザーでございます。はい、楽天ショッピングも使いますし、楽天トラベル使ってますし、自分のスマートフォンもですね、楽天モバイルですね、そういう意味では、三木谷さんには、そうですね、特に感情はありませんが、普段からお世話になっているという感覚は、はい、あります。ということで、とりあえず先日の連盟によってですね、何らかの処分が、されることが、報道されておりますが、とりあえずそれについてはですね、処分内容とかを見て対応を考えようとは思います。で、やっぱり連盟中に尾辻議長がですね、遮ってきたことについてはやっぱり、ちょっと問題としては取り上げたいなとは思っております。どうしてもメディアがこのコラム問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間は、コラム問題を追及する質問収集を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問収集を提出できなくすることで、このコラム問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。そうですね、ちょっと、今後もですね、いろいろと戦いが続くとは思いますけれど、私としてはですね、戦う相手を、しっかりと見極めたいなと、はい、思っております。YouTube 上ではですね、私のその弁明に対して、ガーシー議員の、欠席弁明と見せかけて、全方位に、喧嘩を売るとか、そういうタイトルの動画も上がってて、それはそれで面白いなと思ったんですけれど、全方位ではなくて、弁明の時にはですね、会場にいないと分かんないんですけれど、やじは確かにすごかったですね。で、すごかったんですけれど、はい、で、それに関する報道あってですね、与野党からのやじ動画であったんですけど、それは正確ではないかなと、はい、思います。つまり与党は多分あんまりというかほとんどやじ飛ばしてないんですね。弁明が始まった後はですね、弁明始まる前は確かに西田昌司さんが、ガーシーって誰だよとかいうね、やじが飛ばされてたんですけど、それ以外は、基本的にはもう野党、特に左にいる、共産党さんと、右側の、はい、立憲民主党さんですね、はい、そこがもうすごかったですね。一方で、ガーシー議員はいわゆるコラボ問題に関して、最近立て続けに数多くの質問収書を提出しております。このコラボ問題というのは、一般社団法人が東京都の委託を受けて行っている若年被害女性等支援事業において、その税金の使途管理等に数多くの問題が指摘されているというものであります。防衛費の財源をどうするかなどの国の財政に関する議論が活発である現状において、税金の使途管理をしっかりすべきという旨のこのコラボ問題は、全国民にとって関係のある非常に重要な問題であります。このコラボ問題は、その税金の使途管理等について、インターネット上では数多くの問題が指摘されているにもかかわらず、その問題が主要メディアに取り上げられることは少なく、逆にコラボを擁護する趣旨の報道が数多くされており、その問題の闇を感じております。国民の納めた税金が不適切な形で一部の団体に渡っていることも指摘されつつあり、数多くの利権が絡んでいることは想像に難くありません。多くの国政政党がこの追及に及び腰である中、参議院では音喜多駿政調会長が中心となって、日本維新の会が追及の動きを見せていることについて、私は一国民として敬意を表し、感謝を申し上げます。また、東京都議会では自民党の川松真一郎議員が、そして川崎市議会では、これまた自民党の浅野文直議員が、このコラボ問題についてしっかりと追及していることについても、同じく敬意を表し、感謝を申し上げます。一方、立憲民主党は以前より国会の内外において、このコラボを積極的に擁護する活動をしていることを承知しております。この度、立憲民主党がガーシー議員の除名処分を急ぐ姿勢を見せたことには大きな問題があります。先日したとおり、多くのメディアはコラボのずさんな税金の使途の問題等の報道をしない中、注目度の高いガーシー議員がこのコラボ問題を質問主意書として提出していることから、どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間は、コラボ問題を追及する質問主意書を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問主意書を提出できなくすることで、このコラボ問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。ということで、全方位に喧嘩を売るというよりは、ただ可愛いを間違えずに、見極めて、戦っていくのがすごく大事なんじゃないかなとは思っております。で、来週からですね、予算委員会が始まるんですね。おそらく質問の機会もいただくとは思います。予算委員会なんで NHK の中継も入るとは思いますが、そうですね、とりあえず NHK に関することは質問として取り上げていきたいと思います。先ほども、話ありましたように、郵便法違反については、しっかりと回数かかってもいいので、じっくりとですね、やっていきたいとは思っておりますし、あと NHK 相変わらずですね、まだまだ相談が特に割増金に関する報道などが多いので、我々を頼ってくださっている方々に、ちょっと安心していただけるような、質問ができたらなと思っておりますし、あとは昨年の参議院選挙の時に公約として出したことなども、再度こちらの方を確認して質問案などは練っていこうとは思っています。私から以上です。まさに国会議員のレベルの低さであると思います。憲法のこともよく分からず、今回も浜田参議院議員の答弁中に議長であるにもかかわらずわけのわからないこと言ってますよね。答弁の妨害ですよ。なんて言ってるか。ね、浜田君、一身上の弁明の範囲を超えないように発言をお願いしますって2回も言ってるんですよ。いや、それは聞き終わってからの話でしょ。話の途中で腰を折るような内容じゃないんですよね。議長にしてこのレベルなんですよ。ましてや、発言中にね、それはあなたの一方的な意見でしょうとか、ヤジを飛ばしてる。そもそもヤジが違法なんですけどね。ヤジの内容も憲法51条の趣旨とか全く分かってない方が国会議員としてやられていると。